はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、転売の実績公開という風になっておりますので、よかったら参考にしてみてください。よろしくお願いします。僕はですね、古物市場という場所を活用しまして、商品をドワッと競りで仕入れてきて、メルカリとかヤフオクとかアマゾンで転売するということも15年以上やっております。このチャンネルではですね、この古物市場の活用方法について、いろいろ詳しく説明している動画がたくさんあります。今回初めてだという方、そしてなんか古物市場に興味があるなという方はぜひチャンネル登録をして他の動画もチェックするようにしてみてください。よろしくお願いします。ということで早速行きたいと思うんですが、今回お見せする商品はこちら。はい、これ、音素セットというふうに読むんですけども、こちらがですねメルカリで9万円で売れました。なんかこうお酒ついでこうやるやつ、もう使い方とかよくわかんないんですけど、これが9万円で売れました。で、問題になってくるのは、柳田さん、9万円で売れたのはわかったけど、まあ、一体いくらで仕入れてるんですか、原価はいくらなんですかという話かなと思うわけなんですが、これがなんと3500円で古物市場で仕入れております。なので一つの商品を売って、まあ、だいたい7、8万円ぐらいの利益が出てるとね、一個の商品売って、7、8万利益が出るんだったら、まあ、悪くないよね、という感じじゃないですか。うん。古物市場という場所に、こう、だんだん、興味が湧いてきましたね。うん。チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。ということで、今回僕がこれね、仕入れるに至ったポイントがいくつかあるので、これを解説していきたいと思うんですが、ちょっと難しいかもし、もう初めての人は難しいかもしれないんですが、よかったら参考にしてもらいたいなという感じ。なんですけれども、まずですね、なんと言っても僕はこの音素セットというものが売れるだろうと、数万円で売れるんじゃないかという自信を持って買ったわけではないという、ここが非常に大きなポイントになってきます。音素という漢字、読めませんでしたし、これが音素というものであるという認識もありませんでした。なのに仕入れて買うことができている、これが古物市場の非常に面白いところではあると思うんですね。で、ここでポイントが出てくるのが、なんでじゃあ柳田さんその知らないものを買ったんですかと。でも名前が、名称がわかんないから、検索とかもしてないわけで、相場検索、いくらで売れるかなとかも検索せずに買ってるわけなんですが、これポイントなんですけども、僕は雰囲気で買っています、今回。なんか売れそうだなと。なんかワンチャンあるんじゃないかなという感覚だけで買ってるという感じ。しかも商品はですね、ほとんどの場合がこう箱に入って古物市場で出品されてたわけなんですね。なので現物はほとんど見てない状態なんですよ。にもかかわらずパッと見た一部分だけを見て判断して、あ、なんかこれ怪しいなっていう感覚で買ってるということなんですね。まずはこの感覚が持てるかどうかというのが非常に重要です。これは初心者の人はパッとできないかもしれないんですけども、パッとできないなりに、ちょっと古物市場に通ってみて、ね、古物市場一回行ったらですね、すごい量の商品が出てきます。それを全部触ってみることができます、概ね。なので、こう、経験を重ねて商品を手に取ってみるということを積んでいって、この感覚を磨いていくという必要があるということがまず1点。これはちょっとね、時間がかかるかもしれないんですけども、やってみてください。まあ、本来的にはですね、まあ、広い知識を持った上で、相場検索して、あ、これ何万ぐらいで売れそうだな、ということを分かった上で買えるのが一番いいんですけれども、そうではないパターンもあるということがまず伝えたいんですね。そして、2個目のポイントが、これ、怪しいなと思ったら、実際に買ってみるという、この勇気を持つということ。これが非常に重要なんですね。僕はこれが売れるかどうかわかんないのに買ってるわけです。まあ、3000円、4000円ぐらいだったら損してもいいんじゃないのぐらいの感じで買ってるということ。これ非常に重要で、自分でそうピンときても実際に声を出して買えるかどうか、古物市場で競りに参加して買えるかどうかというのはまた別の話になってくるんですね。これ信じていけんじゃないのと。まあ、というよりももう損してもいいやという気持ちを持って買うということが非常に重要になってきます。なので、初心者の方はですね、まあ、この気持ちをどこかにちょっと持っておいてほしい。最初は難しいかもしれないんですけども、こう、だんだん磨かれていった感性とか知識とか感覚によって勝負するということができます。はい。まあ、完全に価値がないもの、全くダメだった場合は、3500円。
損するということになるかなと思うんですが、まあ、3500円ぐらいしょうがないか、ワンチャン勝負してみるかという気持ちで臨むこともたまには重要であるということが言えます。それがこう成功にね、つながっていくわけです。古物市場攻略法。ですので、今回この動画を見て、わ、古物市場って面白そうだなというふうに思った方はですね、ぜひ一回行ってみるのはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。ありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあねー。